ザビウスと協力関係となり、17日、2回戦を迎えた。僕は勝つことよりも生きることを選んだ。限られた時間の中で僕とラジウスは僕の見た目そのままで自身をファルドラと認識している自動人形の生成に成功した。メッシム、徹夜なんだけど。すごいなファルドラ、まさかここまでの完成度、本物と売り二つじゃないか。見た目だけじゃないさ、性格から思考回路の癖まで虚構支配を駆使して埋め込んだんだ。普段とは違う使い方で吐きそうだったぞ。ファルドラは予定通りここで寝ててくれ。俺はこのファルドラと一緒に行動しよう。何か必要なものはあるか？食料と水分でいいよ。というか本当にここは安全なんだろうな。ここは悪神教の東京支部地下倉庫。本来何かあった時に身を隠すために使われる予定だった場所だ。やすやすと見つかっては困る。そう、それは何より。それじゃあ起きたら他の隊長たちのレプリカもやっておくわ。思考回路を虚構で入れ込むのには結構骨が折れるからな。さて、ラディウス、そろそろ向かうぞ。ああ、天の絵隊長の応援をしなければな。いたか。はあ、心休まらないな。あいつの悪事件は、感情掌握。気分次第で僕も人形にされかねない。だから常に虚構で掌握できないように常に調和していた。僕の計画にはラディウスは必須。まずはあいつから信用を得るんだ。と言っても情報の辻褄が合わないのはまずいからと映像は一応確認していた。ここからレプリカ視点、ラディウスから聞いた情報を頼りに話す。はあ、まさか天の絵隊長が。はあ、はあ、あのさ、ここに来たなら僕の心配してくれよ。確かに天の絵隊長が負けたのは驚いたけど。驚いたじゃねえよ、あのパトの野郎。天の絵隊長を試合中に抱きしめて、口説きやがって、そして即座に押し倒しやがったんだぞ。全員の前で、万死に値する。いやいや戦いなんだから仕方ないだろ。実際天の絵隊長相手なら最高の策だと思うよ。レプリカにはわからないよなぁ。はぁ、あんな乙女な顔、あんな美しくて素敵な顔を俺にじゃなく他の男に向けたんだぞ。もはや寝取られ。もともとラディウスのものじゃないだろ。天の絵隊長って確か自分よりも強い人が好きって言ってたろ。だからパトがそれに当てはまったんじゃないか。あんなどんな女にもこび売ってそうなやつ、どこがいいんですか、天の絵隊長。そんな女にも優しくできるからモテるんじゃないか。ほら、意中の相手だけ優しくして他連中をないがしろにしてたらその周りから、あの男やめときな、人を見てコロコロ態度変えるから、って陰で言われるやつ。天の絵隊長に女友達いない？言ってやるな、歳を取るというのはそういうことなんだよ。俺は天の絵隊長に挨拶してから帰る。君もせいぜいファルドラを演じて帰ってくるんだね。実験も兼ねているのだから。情緒不安定かよ、ガチ恋ってやでー。まあ、怪我はもう治ってるし、少しはコミュニケーション取っておきますかね。ラディウス、この人のどこがいいんだ。厄介をたたとこじらせて、そう概念のヤバめな匂いがプンプンすんだが。むほほ、あんな抱きついてるとも思えるほどの近距離、戦闘ではだけた服、あろろろ。強み隊長はどう思ってんだ？ズグエンも筋肉落ちたな。トーヤはまだジストレを怠っていないようだな。天の絵、どう見る？トーヤ兄さんはストイックだからね。しかもオーラを使いこなしている人は細胞が活性化してるから老けにくいからね。20代の頃に比べたら見劣りするけど、今は今でいい味出してるからよし。そうだな。それに比べたら俺はちょっと能力頼りにしすぎたな。少し鍛え直してみるか。どう馴染んでる？おかしいと思わないの？もう慣れた？おかしいだろ。あの、僕もう帰りますね。お前はもっと鍛えろ。文武ともに優秀でなければ隊長は務まらねえぞ。うっす、肝に銘じておくっす。文武ともに優秀でも、いろいろこじらせたらヤバいやつなのよ。オリジナルの虚構には少し小細工があった。基本的に性格とか、あくまで自身がファルドラの偽物である、ということ前提の記憶。だが僕はファルドラ本人から与えられている。つまり本人の記憶そのものもそのままコピーされた。正確には予選頃までの記憶、その意味は一体なんだ。まったく、もう関わらないと言ったのだが、私を巻き込んだ尻拭いなら断れないじゃないですか。怠惰、それは本来の役割を果たさない怠惰、故に俺の前で力や動力、現象という概念は意味をなさない。それは能力も例外ではない。能力は俺に届かない、届く前に消える、俺の手が届く範囲、目の届く範囲、それら全てが怠惰、動くこともままならず何もできず死ぬ。誰だ、知っている顔のはずなのに思い出せない、というより思考がまとまらない、悪神教、でも番号がない、何を言っている、何を話している。力を使えば例外なく誰もがそうなる、それは脳が働くことを諦めたからだ、もちろん知能も下がる、能力も使えない、戦えない、いや気力もないか。しっかりついてこい、どうせもう判断することも怠惰でできないだろう。さて、飛び込む前に準備運動だ。衣類は脱ぐなよ。死に方はありきたりじゃないと怪しまれるからな。
そうだな、敵勢力と交戦中、失神するほどのダメージ多い。そのまま海に落ち、溺死、これくらい普通な方がいいだろう。犯人は適当な悪心境の連中でも適当な組織でも勝手に推理してやる、俺がな。さあ、自分で自分の体を存分に殴れ、切り刻め、そして飛び込み、そのまま死ね。俺も明日から防衛軍の仕事で第二部隊の拠点に戻らないといけないからな、二度と蘇らないでもらえると助かる。それにしても、この腹立てもなお普通に表に顔出すとはな、私のことが腹立てあったのか、それとも腹立てだったか。正直、リオがどうなろうがどうでもいい。いやあ、お前、えげつない趣味してんな。まあ想像してたけど男女容赦なしかよ。マッドサイエンティストも驚きだぞこれ。体型と顔だけ見せてるだけだろうけど、顔がバハートだと罪悪感えぐいぞ。よくもまあこんなこと平気でできるわ。ハルドラのレプリカが死んだ。え、死んだ？どこで？やっぱりか。だけどこうなったらもう防衛軍に戻るのは本当に無理だな。ジョルジュがいる限り情報は筒抜け、今後活動するためには表で僕は死んだことにしないといけないしな。東京湾付近で生命反応が消えた。あれは最高傑作だったのに。というより死体回収だ。表でファルドラが死んだと報道されたら。いや、いいよ。報道されておこう。その方が都合がいい。むしろこれで回収してみろ。僕を殺した勢力に目をつけられるぞ。レプリカとはいえ、僕を殺せるんだ。しかも騒動なく、つまりほぼ一方的に殺した。ラディウスでも僕のレプリカ相手にそんな芸当はできないだろう。それもそうだが。だがそうなるとこっちの計画がおかしくならないか。むしろ僕を見つければ防衛軍は動く。隊長殺害だ。大きく拡散して動く。しかも弱い奴らは戦力外、副隊長、隊長連中だけで任務に当たる可能性が高いでしょ。東京は混乱する、確実に。そうだな、どうせなら僕はあえて明日明後日、一般人に見られよう。そしてその後に僕の死体が見つかる。そうすれば余計にパニックになるだろうな。何を考えている、ファルドラ。僕が防衛軍の敵になってやる。だからラディウスは目的を果たせばいい。このレプリカを使って、混乱のすべてを僕の責任にすればいい。どうせ表に残る気はない。殺されることが分かったからね。せいぜい信者を増やせ、そして僕を洗脳したとか適当言って悪心境で自分の手柄にしろ。それで天の絵隊長に好かれたらいいだろ。それをしてお前に何のメリットがあるんだ。見返りがあったんじゃないのか。見返りはもらってるよ、レプリカ。この結果が僕の欲していたものだ。戻れない？それが分かった時点で僕はもう死ぬしかないんだ。だから僕を存分に利用するといい。それじゃあちょっと会場に準備してくる。一応隊長連中は仕事を終えておいたよ。ハルドラ、お前。そうだ、天の絵隊長のレプリカはなかったけど、まだ作ってないのか。作る気がないんだ。あの人は美しい。それを俺が体現するなんておこがましい。こんなことでレプリカであれど怪我したくない。傷ついているところなんて見たくないんだ。いいじゃん、この件が終わったら天の絵隊長とうまくやれよ。帰ってきたら僕の作戦教えるから休んでてくれ。ファルドラ、よし、そろそろいいだろう。ちょろすぎる。正直ここまでうまくいくと思わなかった。レプリカの完成度も良かった上に、あれだけラディウスによいしょしておけばこっちに絶対的信用を寄せるだろう。ラディウスがいない間に会場のカメラをハッキングして覗いていたか。ジョルジュの姿はあったか。リオの姿はなかった。つまり今回の殺人はジョルジュの犯行。リオの命令か独自で動いたか。まあ、リオの悪事がバレれば同伴していたジョルジュの悪事も同時に出てくるからな。どちらにせよリオの失態をカバーしたという形を取ったのだろう。あとはこの情報をどううまく使うか。以前も考えたが今この情報をリークするにしても映像が一切ない。証拠のない証言は虚言。虚言を真実にするにしても偽の証拠が必要となる。どちらにしても時間が必要だ。リオとジョルジュは黒。この情報を共有しても二人に届かない相手。そしてその情報に対して融通が利く相手。これを見つける必要性がある。そしてよりもっと重要な証拠。そして最後にそれらの情報を表に出すタイミング。タイミングを間違えればフェイクニュースとして処理される。狼少年、一度嘘と認識されれば二度と信用されなくなる。僕は事件を起こす。そして情報が外部に一切漏れない空間を作り、そこで僕は仲間を得てファルドラの死を迎える。発動条件で大事なのは、この条件を壊す奴を先に撃つこと。天秤支配を持つバハート、原子支配を持つ式結果、秩序支配を持つかな、あまたの能力を持つ式結果、法則支配を持つパト、不思議な力を持つソフィア、この6人かな。そのためにラディウスや隊長レプリカを使う。だがあらかじめ僕の方でも数を減らす。異変に携われない程度でいい。殺す必要はない。発動してからタイムリミットは1日。ジョルジュやリオが応援に来た段階でアウト。そして理解者を得られずそのまま殺されてもアウト。
防衛軍には正義役を、防衛軍の誰かに情報を渡してもいいか。ジョルジュにラディウス、二人もスパイがいるとなれば信用もできない上に、ジョルジュに少しでも感づかれたら僕の身の前だからな。思いつく近道は全て NG。 バカみたいなリスクと回り道をしてかけてこそ相手を出し抜ける。誰もが想像できる工程あんじゃダメなんだ。こんな時でも世界って明るいんだな。作者ファルドラ、役者ファルドラ、ノンフィクションの嘘だらけの人生、虚構物語の幕開けだ。僕が演じる虚構物語、その舞台に立ち、入ってくるのは誰だ、誰が来る、それともそんな虚構なんて世界は認めないと門前払いされるのか。世界は徹底的に僕の舞台なんてやらせる気はないらしい。僕にとっての6枚のジョーカーの最後の一人、パト、僕の虚構世界の破壊者が。僕にとっての6枚のジョーカーの最後の一人、パト、僕の虚構世界の破壊者が。やっべ、すごい、エテルの記憶で見てたけどリアル8ダンジョン戦、センスいいな、ファルドラ。この RPG をたしなんでその世界の中二病を経験したものからすればこの世界は夢の体現そのもの。あの人も一回話したと少し側の空気を感じたけどまさかまさか同類だったとは。なるほど、ドラとかいうモンスター役はいないか。できながらこのセンスは認めざるを得ないな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。